謝るな。今は自分を責める時ではない。次のリバウンドが正念場だ。任せろ、俺が必ず取ってみせる。俺も飛ぶんす、無茶だけは。今さら無茶するのもないだろう。リバウンドは俺の仕事だ。だからうっかり入れるなよ、ヒューガー。お前にうっかり言われたくねえや。楽しんでこうぜ、これが最後のプレーだ。ワンショット。あれ、やべえ、なんか泣きそうだ。やっくそ、あのバカが最後なんて言うからだ。そういうつもりで言ったんじゃなかったが、そういう意味にもなっちまうか。これがみんなと一緒にできる最後のプレーだ。けど悔いはない。何一つ、あとは全部出し切るだけだ。リバウンド！今ここで俺の全てをかける。止めろ、絶対打たせるな。誰だ、誰で来る。そのまま自分でか、それともパス。クソ、誰が。分かってたのに、注意してたのに。それでも誰かがシュートと思った瞬間、意識から消えちまった。今までシュートを打ってこなかったのはこの瞬間のための布石。まだです。僕は影だ。しがたい胸の痛みだ。とても整列まで平穏を保つことなどできそうにない。だが、だからこそ思う。バスケをやっていてよかった。そしてお前に出会えてよかった。お前の、いや、お前たちの勝ちだ。おめでとう。そして覚悟しておけ、次こそ勝つのは俺たちだ。はい、またやりましょう。次も、その次も、何度でも。そう、何度でも。これで全てが終わったわけじゃない。むしろ始まったばかりだ。僕たちは戦える。大好きなバスケで何度でも。